こんにちは、皆さん。今回は物理学者のピーター・ヒックスに焦点を当てます。2013年、物理学会は歴史的な瞬間を迎えました。ピーター・ヒックスは素粒子物理学における彼の革命的な貢献によりノーベル物理学賞を受賞しました。この受賞はヒックス粒子の存在を予測したヒックス理論の重要性を世界に認識させる瞬間でした。ヒックスはこの理論を提唱してから半世紀以上が経過しており、長年の研究と探究の結果がついに実を結んだのです。ヒックスの受賞は2012年にヨーロッパ核研究機構 CERN でヒックス粒子が実験的に発見されたことにより後押しされました。この発見はヒックス理論が正しいことを実証し、現代物理学における大きな突破口を開いたのです。ピーター・ヒックスのノーベル賞受賞は、科学の世界における彼の普及の業績を称え、物理学における新たな時代の幕開けを告げるものでした。ピーター・ヒックスがノーベル賞を受賞するまでの道のりは、多くの挑戦と努力の積み重ねでした。1960年代初頭、ヒックスは素粒子が質量を持つメカニズムを説明する理論を提案しました。これは当時の科学界における大きな謎の一つであり、ヒックスの理論はこの問題に対する解決策を提供しました。ヒックス理論の核となるヒックス場の存在は、その後数十年にわたる理論的および実験的研究の対象となりました。この長期にわたる研究の成果が最終的にヒックス粒子の発見につながり、ヒックスのノーベル賞受賞へと結実しました。ノーベル賞受賞の背景には、ピーター・ヒックスの先見の明と、物理学に対する彼の深い情熱がありました。ヒックス粒子の発見は、現代物理学における最も重要な進展の一つです。この発見により、素粒子が質量を持つ理由が明らかになり、宇宙の基本的な構造に関する我々の理解が大きく進展しました。また、標準模型として知られる素粒子物理学の理論枠組みが完成しました。ヒックス粒子の存在は、LHC での高エネルギー衝突実験を通じて確認されました。これらの実験は、世界中の物理学者による協力と、最先端の技術を駆使して行われました。ヒックス粒子の発見は、ピーター・ヒックスの理論の正しさを証明するものであり、科学史における重要なマイルストーンとなりました。ノーベル賞を受賞した際のピーター・ヒックスの反応は、謙虚で洞察に満ちていました。ヒックスは、受賞に際して、自身の業績よりも科学コミュニティ全体の貢献を強調しました。彼は、自らの理論が受け入れられるまでの長い道のりと、その過程での多くの科学者たちの協力と努力を称えました。受賞の記者会見で、ヒックスは私の理論が実験的に証明されたことに深い感謝を表します。これは単独の成果ではなく、多くの優れた科学者たちの共同作業の結果ですと語りました。ピーター・ヒックスのこのコメントは、彼の謙虚さと科学の進歩が個人ではなく、コミュニティ全体の努力によるものであるという哲学を示しています。1964年、物理学会は画期的な理論の登場によって変革されました。ピーター・ヒックスは、宇宙の基本的な力と物質の性質を説明する新たな理論を提案しました。この理論は、後にヒックス理論として知られるようになります。ヒックス理論の核心は、ヒックス場と呼ばれる全宇宙を満たすエネルギー場の存在です。ヒックスは、この場が素粒子に質量を与えるメカニズムを持つと提案しました。この考えは、当時の物理学会では画期的であり、素粒子物理学の理解を大きく進展させるものでした。ヒックス理論の最も重要な予測は、ヒックス粒子の存在です。この理論によれば、ヒックス粒子はヒックス場と相互作用し、他の元粒子に質量を与えるとされました。しかし、この時点ではヒックス粒子の実在は証明されていませんでした。ヒックス理論の提案は、物理学における大きな一歩でした。この理論が提唱されたことで、物理学者たちは宇宙の根本的な法則に近づく手がかりを得たのです。ヒックス理論は、その革新性ゆえに多くの挑戦に直面しました。初期の段階では、多くの物理学者がこの理論の妥当性に疑問を持っていました。ピ
理論の検証には高度な技術と膨大なデータが必要でした。このため、理論を証明するためには、国際的な協力と巨大な実験施設の構築が求められました。特に、ヨーロッパ核研究機構 CERN の大型ハドロン衝突型加速器 LHC の建設は、この理論を検証する上で重要な役割を果たしました。2012年、LHC の実験において、ヒップス粒子と考えられる新たな粒子の発見が報告されました。この発見は、ヒックス理論の重要な部分を裏付けるものであり、物理学界に大きな衝撃を与えました。このような実験を通じて、ヒックス理論は徐々に認知され、物理学の中心的な理論の一つとなっていきました。ヒックス粒子の発見は、ヒックス理論の正しさを強く示唆しました。これにより、科学界のヒックス理論に対する評価は大きく変わりました。ヒックス粒子の存在が確認されたことで、ヒックス理論は素粒子物理学における標準模型の重要な部分として位置づけられました。これは、宇宙の最も基本的な法則を理解する上での大きな進展でした。ピーター・ヒックスは、この功績により2013年にノーベル物理学賞を受賞しました。この受賞は、ヒックス理論が科学界において正式に認められ、高く評価されたことを象徴しています。ヒックス理論の受賞は、ピーター・ヒックスの長年にわたる研究と努力の集大成であり、現代物理学における彼の不動の地位を確立しました。ノーベル賞受賞後、ピーター・ヒックスは世界的に名を馳せ、科学界における彼の影響力は計り知れないものとなりました。ヒックスの理論は、物理学における重要な基礎を築き、新しい研究の扉を開きました。彼の業績は、素粒子物理学はもちろんのこと、宇宙論や量子力学の分野にも深い影響を与えています。ヒックス粒子の発見後、多くの科学者がこの分野での研究を深め、新しい理論や実験が次々と行われるようになりました。また、ヒックスの業績は学会のみならず、一般大衆の間でも広く認知され、物理学への関心が高まるきっかけともなりました。ピーター・ヒックスの名声は、彼の革新的な理論によって、科学界における新たな地平を開いたことを象徴しています。ヒックス粒子の確認は、物理学における新しい研究の波を生み出しました。ヒックス粒子の発見は、これまでの物理学の理論を再検討し、新たな発見を求める動きを加速させました。この粒子に関する研究は、素粒子の性質や宇宙の成り立ちについての理解を深める鍵となっています。ヒックス粒子に関連する実験は、CERN の LHC だけでなく、世界中の多くの研究機関で行われています。これらの実験から、素粒子物理学における新たな現象が発見される可能性があり、科学界はその成果に大きな期待を寄せています。ヒックス粒子の研究は、物理学の未知の領域を探求する扉を開き、科学の進歩に不可欠な要素となっています。ピーター・ヒックスは、自身の業績に止まらず、後進の育成と指導にも積極的に取り組んでいます。ヒックスは、若手科学者の指導者としても高く評価されており、彼の理論と研究方法は、次世代の科学者たちに大きな影響を与えています。彼は国際的な会議やシンポジウムでの講演、大学での特別講義を通じて、若手研究者に知識と経験を伝えています。また、彼の謙虚な姿勢と献身的な指導は、多くの研究者にとって模範となっています。ピーター・ヒックスの後進への貢献は、彼の科学への情熱と哲学を次世代に伝え、物理学の発展を支える重要な役割を果たしています。ピーター・ヒックスは、その卓越した科学的業績の背後に、豊かな個人的な生活と趣味を持っています。ヒックスは、プライベートでは音楽や自然散策を楽しむという、穏やかな趣味を持つ人物です。彼の日常生活は、研究に集中する一方で、心身のバランスを保つための活動にも充てられています。特にクラシック音楽への愛情は深く、彼は音楽が精神的なリフレッシュに役立つと語っています。また、自然の中を歩くことで新たなインスピレーションを得ることもあるそうです。このように、ヒックスの私生活と趣味は、彼の科学的業績に不可欠な精神的支柱となっています。
ピーター・ヒックスの科学に対する情熱は、彼の業績を通じて明確に現れています。彼の科学へのアプローチは、好奇心と厳密な論理的思考に基づいています。ヒックスは、宇宙の基本原理に対する深い洞察を持ち、それを科学的探求に変えてきました。彼の研究は、単なる学問的好奇心から始まり、その後数十年にわたる献身的な研究によって具体化されました。ヒックスは、科学的発見の背後にある哲学的な思考を重視し、常に宇宙の真理を求めてきました。ヒックスの科学への情熱と哲学は、彼の業績の根底に流れる強力な原動力です。ピーター・ヒックスは今日もなお、科学界への積極的な貢献を続けています。ノーベル賞受賞後も、彼は物理学界での活動を続け、新しい世代の科学者たちに影響を与えています。彼の貢献は、単なる理論の発表を超え、科学界全体への深い影響を及ぼしています。彼は、若手研究者の指導や、科学的議論への参加を通じて、自身の知識と経験を共有しています。また、科学的な探求の価値を広めるための公的な発言も言っており、一般大衆に対しても科学の重要性を伝えています。ピーター・ヒックスの現在の活動は、彼の科学への深い献身を示し、現代物理学への持続的な貢献を物語っています。ピーター・ヒックスの業績は、現代物理学における画期的な貢献として記憶されます。ヒックス理論とヒックス粒子の発見は、素粒子物理学と宇宙論の基本理解を根底から変えました。彼の業績は、物理学の標準模型を完成させ、宇宙の成り立ちを理解する上で不可欠な要素となっています。ヒックス粒子の発見により、物質の質量がどのようにして生まれるかという謎が解明されました。これは、物理学の教科書を書き換えるほどの大きな影響をもたらしました。ピーター・ヒックスの持続的な貢献は、現代物理学の基盤を築き、未来の科学的発展への道を開いています。ヒックス理論は、今日でも科学界の重要な話題として、その発展が期待されています。ヒックス粒子の発見以降、この理論はさらに詳細な研究が行われ、新たな発見への可能性が探求されています。物理学のみ解決問題への答えを提供する鍵となる可能性があります。暗黒物質や暗黒エネルギーなど、宇宙の謎を解明する上で、ヒックス理論が果たす役割は非常に大きいと考えられています。また、理論物理学の新たな領域への応用も期待されています。ヒックス理論の現在と未来は、科学界における永続的な探求の対象であり続けます。ピーター・ヒックスの思考方法は、科学界における役割を定義し直しました。ヒックスの科学へのアプローチは、深い好奇心と厳密な論理的分析に基づいています。彼は常に宇宙の基本法則の理解を深めることを目指してきました。彼の研究は、従来の枠を超えた発想と粘り強い追求によって成し遂げられました。この姿勢は、現代の若手科学者たちに大きな影響を与え、科学的探求の新たなスタンダードを築きました。ピーター・ヒックスの思考と科学における役割は、今日の科学研究の方法論に深く根差し、これからも多くの科学者に影響を与え続けるでしょう。